少しお待ちください。お待たせしました。私に、あら初めてお会いした方に褒められてしまいましたね。ありがとうございます。そうなのですね。ありがとうございます。いいえ、大丈夫です。そんなに、一応お客様なのにお茶も出せなくて本当にすみません。でも、あ、じゃあお菓子はいかがですか？ちょうど…こう見えてもいい会社の課長なんですよ。海外に行くことも多く…恥ずかしいですが…はい、そうなんです。イアンさんが使っているそのスマホを作った会社です。褒めすぎですよ。実は家の掃除すらちゃんとよく言われるんです。やれることは勉強と仕事だけで、他のことは全部人任せだって。あら、あ
ありがとうございます。でもお気持ちだけいただきます。一人で十分に掃除できる量です。はい、こちらこそよろしくお願いします。お気をつけて。あの、すみません。その、実はこの前、よかったら上がってご一緒に。お気になさらず、少しだけでもたくさんのお部屋を訪問してお疲れのご様子でしたから。あーもう、めんどくさ。待ってよ、今ちょっと忙しいから5分待って。ん？ああ、何か？そんなことないです。では。違うって、私は忙しいから。むしろ。私のことを知らないの？そういう意味じゃなくて、私の名前や。ミカという名前、本当に知らないの？知らないならもういいよ。少し残念だけど仕方ないしね。私ももっと頑張らなきゃ。あとで MeTube で検索してみて。小さいけど MeTube チャンネルを運営してるので。いいねも忘れないでね。これからいよいよあっちの配信か。よーし、やるぞ。メイ、よろしく。ありがとう。要件はそれで全部？そうなんだ。じゃあ。
それは褒め言葉？ありがとう。そんなことを言われた。どうしたの？ん？じゃあこれで失礼するね。それと私に敬語を使わなくてもいいよ、おじさん。